少しある。さっきツッツンが綾戸さんの手を掴んだのは、気にならないと言ったら嘘になるけど、それはそんなに問題じゃなくて、あの後ろめたそうな表情は。五十嵐先輩、すみません。あ、寝てないと。いえ、ずっと返さなきゃと思って、でもまだ持っていたかったんです。あの時先輩が駆けつけて優しくしてくれたことが、本当に本当に嬉しかったから。いいんだよ、私返さなくていいって言った。でもダメなんです、私。いいってば。すみません、私。あ、綾戸さん大丈夫か？見てもらって悪いな。悪いって何が？なんでツッツンが謝るの？いや、謝るならツッツンも見てあげればいいじゃない。でもそれは。お前なんか変だぞ。ちょ、なんでもない。なんでもない奴が泣かねえだろう。いいんだってば。おいって、ツッツンのせいでこうなってるんだよ、バカ。ちょっと来ないで。石野さん、あいつ。とうとう泣かしやがったこのバカ。何する。あんたのその鈍いのいい加減治らないわけ。石野さん、叩いて治るものは今の時代あまり。いいから早く追いかけろ。